すごい。気分や心に合ったうなぎメニューをお選びくださいね。ありがとうございます。そしてただいまスキーではうなぎ商品にしじみ汁おしんこセットをつけるとしじみ汁おしんこセットですね。しじみ汁も期間限定で開催しています。ご注文以上でよろしいですか。うなぎ優しいカルインや肝臓の機能を保つオルニチン、その他にもビタミン B 群やカルシウム、鉄分、亜鉛七味めっちゃできていい。うん、その前これも何でこれに、これも何で、これは何、山椒、これどういうこと、これもうなぎにかける、これはどういう、いやそれはさっき関係ない。品切れになってしまうことがありますので、事前にご予約いただくと安心です。ご予約方法はスマホやパソコンから簡単にご予約いただけるスキヤのウェブ弁当がおすすめです。お弁当1つからご予約 OK、 いいよ、OK、店舗で楽屋も受け取れます。ぜひスキヤホームページよりチェックしてみてくださいね。いっぱいかけるよ。うん、お肉の方にかけて、お肉の方。まあ、まあ、まあ、もういいじゃん。広島県広島市にお住まいのラジオ番組、中島真由美さんからのメッセージです。大好きな野球アニメの主題歌となっています。野球部だった高校時代、夏の予選の時期には、気持ちを高めるために、メンバーのみんなとよく聞いていました。この曲を聴くと、夏の厳しい練習を耐え抜いた仲間たちの顔が浮かぶ思い出の曲ですというエピソード、ありがとうございます。まさに高校生が熱い本日にぴったりな曲ですよね。部活動に入っている学生さんは運動部に限らず、厳しい暑さの中の練習大変ですよね。僕も学生時代はテニス部に入っていたんですが、もう二度とあの夏の練習はしてみると思いませんからね。まあ汗水流した仲間と過ごす